はい、今ですね、どこにいるかっていうとタイのバンコクにいます。バンコクの7駅の今降りたところなんですけど、 BTS のね、これからちょっと繁華街入ってきます。で、本日2017年の2月の5日日曜日です。まずここのところ奈良の駅の周辺、まあこういう感じでね、まだ未だにありますね、こういう露店でこうかけてですね、衣類とか靴とか売ってる感じです。まあこれにはですね、値段ついてないんで、まあ、必ずこの交渉制です。パッポンなんかも同じですけど、まあ、最初ふかけられる可能性あるんで、それから結構値切った方がいいですけどね。カバンなんかも売られてます。なのでもし例えば中長期でどっか旅行されてる方とかね、回ってる方だったらバッグとか、まあ、ちょっとこすれてきたりして大変な時期ありますよね。そういった時に買うことができます。キティちゃんと乗られてるね。キティちゃんなんか結構人気ですからね。パンツ、これなんかすげえめっちゃ派手だね。で、内側にちょっと行ってきます。ここもまあ少し飲み屋があるんですけど、もうちょっと奥に行くのかな。何やれ、外省してるんですよ。セクショーって言ってますね。ここのそのなんだ、インド料理のお店で食事したことあります。ルカハラスインディアンレストラン、まあ、相変わらずこんな感じですごいね。やっぱこれがないとね、こういう露店がないと面白くないですよ。まあ、最近ちょっとタイのバンコク市内ね、あのこういった露店が減ってきてるんですけど、チェンマイなんか行くとナイトマーケットって大きくやったりします。タオルとかだな、これすごい綺麗だね。で、これマッサージ屋さん、なんか黒人が多いですけどね。この黒人って大体ナイジェリア系の黒人です。まあ、日本でも、まあ、六本木あたりでちょっと悪さしてるね、彼ら。そしてアラブ系もね、結構います。中東系ね。